徳島市の津田八幡神社です。歴史はおよそ500年、戦いの神様が祀られ、必勝祈願や経営の成功を願って県内外から参拝者が訪れます。御神木の大楠は樹齢800年、地域の人々を見守ってきました。根元に楠木神社があり、女性の狸が住んでいたという伝説が残っています。御神はですね、お寺さんの場合はお経を納めた証書、神社の場合は神様にご挨拶をされたというその日の証明書です。ここで御神巡りの流儀その1、必ずお参りをしてから授かりましょう。鳥居は一礼してから入りましょう。手水舎で両手と口を清めます。拝殿ではまず一礼、清めの意味を持つ鈴を鳴らします。お賽銭は投げ込まず優しく入れましょう。神社の場合、二礼、二拍手、一礼が基本の作法です。手を合わせ、感謝の気持ちと願い事があれば、ここで心を込めて祈りましょう。御朱印巡りの流儀その2、必ず御朱印帳を用意しましょう。普通のノートやメモ帳は NG、 オリジナルの御朱印帳が置いてある場合もあります。御朱印巡りの流儀その3、書いてほしいページを開いてお願いします。こちらが津田八幡神社の御朱印です。生き生きとした墨の跡は手書きならでは。御朱印はやはり重要なのが、この朱肉で押された神社の正面印ですね。この神社名の入っている印鑑と宝牌ですね。境内の楠の木に住んでいたという狸をモチーフにしたものが人気。先月から切り絵の御朱印も始めました。実際に喜んでいただけると私らも嬉しいですので、まあ、これからも増やしていったりとかしていきたいと思います。勝浦町にある坂本八幡神社、境内の7つのお社にお参りすると脳の血管障害による後遺症を避ける御利益があると言われています。勝浦町といえば化石が多く発掘される恐竜の町、拝殿では恐竜の像が迎えてくれました。ここでは他にはない御朱印がいただけます。神社の名前の上に押された大きなハンコ、よく見ると恐竜が描かれています。3年ほど前から恐竜のデザインを取り入れました。毎月更新される御朱印を求めて勝浦町を訪れる参拝者もいるそうです。さらに御朱印帳にも恐竜が、表紙と裏表紙の絵がつながるデザインで何度も眺めたくなります。訪れる人に喜んでもらいたい、そんな思いから新しい御朱印の考案にも力を入れていて、若い世代の心をつかんでいます。御朱印はふるさと勝浦町のファンを増やす起爆剤になっていました。一方、まるで芸術作品のような御朱印も登場しています。徳島市南迫にある心吉神社、医薬の神様を祀っていることから病気の平癒を願って人々が訪れます。こちらには数えきれないくらいたくさんの御朱印が。参拝者の方々が大勢来られて、で、まあ、そういう人たちのご要望に応えていったら、気がついたらこういうふうな多彩な御朱印ということになりました。
私宮司のその御朱印を書くレベルというのがほぼ限界に達してきたなということがありまして、徳島にいろいろな医師の方がおられますので、そういう人たちにお頼みして一緒にしませんかということになった時に、まあ快く受けていただきまして、こういう形になりました。実際に御朱印を書く様子を見せてもらいました。見開きいっぱいに描かれていく様子は圧巻です。参拝の方が県外の方が多いということで、ですからそういう作品を県外の人の目に触れる機会が増えたらなと思ってやっております。一つの美術というか芸術というか、そういうふうな域に達するように挑戦していきたいなと思っております。ふるさとへの思いと訪れる人に幸せになってほしいという願いが詰まった徳島の御朱印の世界、あなたも御朱印帳を手に巡ってみませんか？